てくださるってことはめちゃめちゃ嬉しいですね。それでなんか会見も YouTube に載ってたので見たんですけど、やっぱ広島は家族みたいなんでって言って、うん、みんなそういう風に言うんだね。本当になんかもう、もうだから好きなんですよ私は。これからも応援したいと思います。そうですね、そうそう、そしてすごい嬉しかったです、非常にそうですね、今日発表があったんですけど、ゆっちが SK を卒業することになって、なんか知らなくてちょっとみんなでショールームを見てびっくりしましたんですが、今日は同時にそうリンカさんのね卒業する日はもう今日なんですよ。それで今日だねって言ってたらゆっちもが卒業することが発表されて、めちゃくちゃねびっくりしました。本当にいやー、なかなかびっくりでしたね。でも今月じゃなくて来月いっぱい、今年いっぱいなのであと1ヶ月はあるみたいですけども、結構ね驚きましたね。そう、それでなんか来年じゃないや、来月9期生はあのお披露目してから2年経つんですよね。だからすごい、もともとねもっと20人ぐらいいたんですけど、だんだん減ってきてしまってるなっていう感じがありますね。なんとなくすごいなんかなんだろうな、なんかね意外と2年経ったんだなっていう感じですね。あっという間でしたし、あの10期生の子たちももうね1年ぐらい経つっていうあれなんですけど、なんか自分の感覚的にはまだ入って一番後輩でまだ入ったばっかりみたいな気持ちだったけど、9期生とか10期生とかも入ってきたばっかりっていう気持ちだったけど、もう9期は入って2年経つし10期生の子たちも1年経つし、意外と時間が経ってるっていうか、意外とね早いんだなって思いましたね。そうだからもう入ったばっかりでまだ人数がすごい多くて、なんだ人数もすごい多い気で、まだまだこれからなんだろうな、みんなでみたいな感じで思っていたけれどもね、時が過ぎるのは早くて、もう気づけばね何人も何人もいたけどね、だんだん卒業する子も出てきてるんだなって思いましたね。まあ寂しいけどね、なんとも言えないですね。もう応援するしかないですからね、本当に。そうそうそう、でもあと1ヶ月あるのと、なんかお話し会はなんか参加するよっていうことなので、まあねそこでお話をするしかないですね。ね、私もなんか一緒のチームに昇格したからね、もっとね
一緒に活動するって思ってたけど、ね、結局あんまり一緒にはなんなかったですね。12周年公演の時ね、だったから、一緒に K2 でなんか活動は、あの公演とかも出なくてね、残念だなって思ったけど、でもあれですよね、まだ大学生だし、あのこれからやりたいことがきっと見つかると思うから、頑張ってほしいなって思いますね。いや寂しいけどね、そうゆっちと連絡しててもね、めっちゃ優しい言葉をゆっちもかけてくれたので、帰ってね、私ももっと頑張ろうって思いました。けどまだ今日で終わるわけじゃないし、まだ1ヶ月あるので、ね、と思います。人生これから青春があるので、確かに。ハートありがとうございます。ね、そんな感じですね。本当にね、応援しましょうみんなで。早いね。さ、そう、私あさって公演、 K2 の公演出るんですけど、その次は出なくて、その次の12月12日にまた最終ビル出るんですけど、その日は2回公演なので頑張りたいと思います。で、キューキーが4人で出て、あーやとさやちゃんと初めて出るますね、あとは川島と4人で出て、しかも2回公演なんですよ。もう公演自体も久しぶりなのに、2回公演っていつぶりだろうっていう風に思うぐらいの感じですね。最後の2回公演がもう思い出せないぐらい遠いんですけど、それぶりなのでね、ちょっと体力っていうかどういう感じになるかなって思うんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。あ、2回公演の日は絶対にリンゴ酢を買わないといけませんので、あのリンゴ酢を持っていこうと思います。今日頑張ります。嬉しいです。でも寝れるのは、頑張りたいと思います。すごいね、楽しみですね。やっぱり公演はこう、なんだろうな、出れれば出れるほど嬉しいので頑張りたいと思います。2回公演ですけれども、頑張ります。のでよろしくお願いします。そうそう、そして明日から次のシングルの、そうサイン会と手形会があります。それってどういう感じで申し込むんだろう、個別なのかな、私の名前をちゃんと選択する系かな。みんな応募してくださってる人がいっぱいいますね。ありがとうございます。あの当たるように祈っています。みんな
うん、頑張って当ててくださいね。やっぱ個別だよね。そうですよね。そう、明日からなんですよ、手が高いとサイン会、次のシングルなんですけれども、ぜひね皆さんよろしくお願いします。そうかな、ぜひぜひね、本気で本気で会いに来てください。お話をしに来てください。ぜひお話、お話というか、うーん、サインとか手形会話はじ初めてなんですけれども、パーカーのリボン結ん、そう、うまいね。そうなんですよ、教えてもらったんだ、お話し会で結ぶのが流行ってるって。だから結んだ。あ、ハートありがとうございます。何、どうなんですかね。でもたくさんの人に応募していただいて、よろしくお願いします。もうほんと SKE のこういうのさんの気持ちはね、言わなくても分かってるかもしれないんですけれども、お願いします。ハートと可愛い、ありがとうございます頑張るので私もよろしくお願いします。ね、どんな感じなんだろうね、楽しみです、非常に。あ、あさっての公演だって、ありがとうございます。頑張ります、だって頑張ってきてください。ありがとう。ありがとう、ありがとう。みかん食べたいな。ありがとうございます、非常に。あら、なんじゃなんじゃなんじゃ。あ、明日はね、中坂がチーム S でね、初めて公演に出るよ。これで昇格した人は全員出ます。その次は私がもう出るので頑張りたいと思います。そうで、手形会とオンライン旋回は明日のお昼かそれぐらいかな、ありますかね。ぜひね、たくさんの人に来ていただきたいなって思います。まあでもね、まだ劇場版の発表とかがね、まだみたいなのでね、この詳細も私もわからないんですけれども、まあとにかく頑張るしかないので、本当にまあいろんなね、なんかイベントとかありますけど、私はね参加していないので、本当にでも頑張りたいので応援よろしくお願いします。早く選抜メンバーになることが目標なので、応援してくださるとすごい嬉しいなって思います。あ、テロップが出たって、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、15分がね経過したということで、じゃあ、あと5分したら終わりたいと思います。ありがとうございます。
明日から12月だからメール更新した？うん、撮ってくれてる。ありがとうございます。そうそうそう。あ、ほんと、あのね、昨日、大富豪の一押しガチャ引いたんですよ。あのね、あの、増田さんのカードは全部揃えたんですけど、自分のカードも一応まあ、揃えとこうと思って、ね、その後にやるんだけど、なんかね、初めて揃わなかった。引いたのに、何回も引いたのに、一番上のシークレットのいいやつ、一番いいやつは6枚ぐらい出たのに、 UR はね1枚も出なくて結局揃わなかった。それでコインがもうゼロになって引けなくなったんですよ。もう足りなくて、一押しがね。だからもう一回最後に引けるように、大富豪めっちゃ昨日夜 やりまくって、でコインをまた貯めたんですけど、結局ね出なかったです。今回初めて揃わなかったです。そうそうそう、そうシークレットはね出たんだけど、そう UR が出なかったんです。そうなんですよ。一番いいのは6個も出たのに、2番目にいいのが出なくて、ピエンピエンでした。まあまた頑張りたいと思います、コツコツ。でもね、なんだっけ、なかなかねたまらないね、ちょっとずつしか、しかも弱いし。そう、頑張ろう。でもね、なんか大富豪になってもね、いいカードが来ない時がある、たまに。ちょっとそれはピエンです。そう、意外と出ない。もう今月は本当に出ますように。全部澤田さんのは全部揃えたんだけど、自分のが 出ないですよね。ピエンピエン。今月はさっき、今日アップデートされて、新しい衣装のまたカードが出たので、またそれを楽しみに頑張りますね。あのコイン最初にベットできるじゃないですか。それでコインが倍増券みたいなやつあるじゃないですか。そうそう、あれさ、いいよね。コイン本当なら一番買ってもちょっとしかもらえないかもしれないけど、あれを使うことによって、なんかコイン倍増券で大富豪になった時はもうめちゃくちゃねコインがもらえるけど、なかなか難しい、なかなか難しいですよね、本当に。ということで、50分になるのでそろそろ終わろうかと思います。ありがとうございました。明日もやります。あ、大富豪いいね押してきた、だって。ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。